あ、花よ。と、リン、寝てるの？マキちゃん。うん、リンちゃんみんなを待ってる間にうとうとしちゃったみたいで。ふぅ、カラカラ。幸せそうな寝顔。花代の膝はよっぽど寝心地がいいみたいね。そうかな。もう食べられないにゃ。うん、かよち。それはリンの替え玉だよ。私が鍋ってどういうこと？よく寝たにゃ。かよちん、おはよう。みんな来た？おはよう、りんちゃん。さっき、まきちゃんが来たよ。おはよう。ずいぶん面白い夢を見てたみたいね。夢？ああ、そういえばかよちんとラーメン食べる夢を見てた気がするにゃ。それでスープのお鍋に小さいマキちゃんがいっぱいいて、あ、出汁を取ってたってこと？美味しかったな。かよちんと一緒におかわりしたにゃ。人を勝手に食材にしないでよ。もう信じらんない。あんなに美味しくてお腹いっぱいになったのに夢だったのか。なんかそれが分かったらお腹空いてきちゃったにゃ。じゃあ今日は練習が終わったらラーメン食べに行く？今の話聞かされた後にラーメン食べる気になれないんだけど。まあいいわ。ラーメン屋のメニューはラーメンだけじゃないしね。